皆さんこんにちは、森崎有栖です。はい、私ですね、今週から新企画を始めたいと思います。はいはい、なんかノリがよくわかんなくなって、新企画なんですけど、なんだっけ、はい、新企画なんですけど、これはですね、某番組の、1ヶ月丸々生活みたいなやつの1週間バージョンやりたいと思います。何を1週間するのかというと、私ね、本当にね、十何歳だろう、物心ついた時からデブと言われてきましたけれどもね、痩せたり太ったり痩せたり太ったりずっとこう繰り返してるわけですよ。ダイエットを経験してきているので、結局ね、何がこう一番効果あったんかっていう話なんですよね。効果があったものは皆さんにこうお伝えしてきているつもりなんですけど、実際に、私が1週間、これはね、結構すごい大げさなやり方なんですけど、例えばこう、なんだろうな、私が今ね、毎日お湯飲んでるじゃないですか。知らない方がほとんどだと思うんですけど、今お湯にハマってるんですね、私。なので、お湯をじゃあ1週間お湯で過ごしますみたいな、もう朝昼晩全部お湯みたいな感じの本当に大げさなダイエットをしたいと思います。で、なんでダイエットチャンネルじゃなくこのチャンネルで公開するかというと、ダイエットチャンネルっていうのは作ってはあるんですけれども、ノンストップノン編集って私が掲げてしまっているので、そっちではどういう感じに痩せてるよとか、どういう気持ちでやってるよとか、そういうことを今まで通りやっていこうと思うんですけど、このメインチャンネルでは1週間なので、1週間分まとめてボンって編集しなきゃいけないので、って言っても別につなげるだけなんですけど、毎週ね、土日のどっちかに、金土日のどの曜日かまだ決めてないんですけど、金土日のどれかに毎週1回公開する形にしていきたいと思っているんですが、1週間全部試してみて、今ね、例えて出したお湯だったりとかね、朝昼晩お湯を1週間続けたら何キロ痩せました、それとも何キロ太りましたとか、結局じゃあこのダイエットはダメですとか、このダイエットは OK ですとか、いろんなね、ダイエットをこう検証していこうじゃないかと、はい、この身をもって証明をしていこうじゃないかという、勝手な、はい、企画です。掲げながらも、緩くストイックな感じでやっていこうかなと思います。はい、ということで、私のね、グロテスクなチャンネル、含め、いろんなね、動画を見てくださっていると思うんですけれども、週に1回の、森崎痩せたかな太ったかなっていう楽しみとして、見ていただければなと思います。それでは、森崎有栖からの、お知らせは以上でございます。質問だったり、何ですかね、コメント意見だったりとか、ツイッター、ブログ、フェイスブックだったり、私のコメント欄でも募集していますので、随時、はい、コメントいただけたらと思います。コメントいただけたら嬉しいです。ダイエット動画楽しみにしていてくださいね。週に1回マジで頑張りますので、週にね、7日間そのダイエットをもう丸々生活みたいな感じで試していこうと思ってるので、ちょっと頑張って気合い入れてね、はい、気合い入れて頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。はい、では森崎有栖でした。バイバーイ。